硫酸アンモニウム鉄、またはモール塩は化学式に FE26H2O で表される無機化合物である。FE2 と NH4 の2種類のカチオンを含み、硫酸鉄と硫酸アンモニウムの副塩である。研究室において頻繁に用いられる主役である。他の硫酸鉄塩と同じく水に溶けてアクア作体 FE62 を作る。これは水分子が 小八面体方向に鉄原子に配位した構造を持つ。他の硫酸鉄の塩に比べて、硫酸アンモニウム鉄は鉄に酸化されにくいので、分析科学において適定によく用いられる。溶液中での鉄イオンの酸化のされやすさは pH に強く依存していて、pH が高いほど酸化されやすい。モール塩の水溶液においては、 アンモニウムイオンが溶液をわずかに酸性にするので酸化プロセスが起こりにくい。モール塩の名はドイツ人科学者であるカールフリードリヒモールにちなんでいる。19世紀、彼は滴定に関する多くの重要な方法論を発展させた。分析科学2。ありがとうございます。